こね、歩いてたらね、踏んづけちゃった。いや、こういうね、枝とか根っことかあるからね、わかんないですよ。ここはね、夏になるとね、特に夕方になると今みたいな蛇が道沿いにね、たくさん出てたりするんですね。こうやってだから、取ってらね、蛇が取れたりすると思いますね。ここにもいたよ。これなんだろう。ちっちゃいと下手に触るとね、暗くてちょっともうわかんないですね、よく。やっぱり夕方になると出てきますね。どこ行った？ここか。本当わかんないでしょ。枝かと間違えちゃうよ。ちょっと今ね、気にしてただけでも。こうやっていますからね、普通に気がつかないだけでね、たくさんいますよ。アナグラです。40〜50代ハゲてません。まあこの病気とね関係はないと思うんですがね、40代初めの方か半ばぐらいからね、じわじわねこのてっぺんがね薄くなってきたんですね。でね、ゆっくりと50近くなってからかな、この辺がね、前からこういう風に、こういう形ですね。全体的に薄くなってきて。まあこれはね、両親は、ハゲてないんですよ。まあですけど、母方のね、おじさんなんかがね、みんなハゲてたんですね。まあ自分はね、さっき言ったようにこんな感じですけど、全体的にこんな感じで、ハゲてましたよね。どうもね、20代ぐらいからのね、バカハゲがね、多かったみたいですよ。まあ、その点ね、40半ばぐらいから兆候が現れたとしてね、まあ、普通っちゃ普通じゃないですか。まあ、ハゲない人もいますけど、薄くなりますよね。自分はね、この、今、坊主頭ですけど、6ミリくらい全部揃えると、まあ、そんな目立たないかな。で、少し伸びてくるとね、この辺がね、薄いのがね、わかりますよね。まあ、時間の問題でしょうね。これから5年、10年でね、この辺はかなり、剥げ上がっちゃうような気がしますね。まあ、年齢も年齢だしね。ぶっちゃけ本当ですよ。40過ぎたらね、まあ、どうでもよくないんじゃないですか。まあ、どうでもいいっていうこともないけど、まあ、年相ですよ。剥げる系統の人は。ね、若い人は20代前半ぐらいからハゲるから、それを思えばね、20年差があればね、まあ、それは子供が成人しちゃうわけだからね、それはね、ハゲるような年齢ですよ。まあこの、ハゲの兆候が出る前からね、自分は20代が最後かな。どっか1000円の、なんだっけ、キュービーなんとか、そういうところでね、一回、カットしたことありますけどね、それ以外はねバリカンですね。まあ楽なんですよ、本当に。石鹸で洗っていいんだから。まあそういうお金かけてね髪の手入れするっていうのは20代前半ぐらいまでで終わってますね。パーマかけたりね、色を染めたりね。でもどうなんですかね、髪の毛に祝いて髪の毛を多く見せたり、皮膚にね移植して縫い付けてねやったり、あれも金もかかるしメンテナンスもかかるでしょ。ほんでね、装ってるわけですから気も使うでしょうしね、うん、大変は大変だと思いますよ。まあタレントやね、顔で商売、してるね、プロの人だったらね別だけどね、まあ素人がね、そこまでっていうのはね個人的には思いますね。だって40代で、そういうことやったってあと10年20年経てばもうどうでもいいような年齢になりますからね。それはね、外見的にね、悲観的にね、捉えるんじゃなくてね、まんまで勝負した方がいいってことが分かってくるんじゃないですか。まあ、さすが20代とかね、30代とかっていうのはね、
ちょっと気の毒っていうかね、そういうのをやりたい気持ちは分かりますけどね、いやさすがに40超えてくると、そんなもんだと思いますよね。まあ女性の場合はね、いろいろ手入れする気持ちは分かりますけどね、やっぱり女性だってね、40も過ぎればね、やっぱ薄くなってくるんでしょ、全体的に。しょうがないですよね。それが老化ですからね。でこれもね、個人差があると思うんですけどね、自分の場合はね、白髪がないんですよ。だから白髪染めっていうのはね、もう50代そこそこですけどやったことないですね。ハゲたってね、白髪のある人もいるし、ハゲなくたってね、白髪のある人もいるしね、苦労したからってね、白髪のない人もいるし、苦労してない人もね、白髪あったりね、いろいろだと思いますよ。まあ、苦労って言ったらね、まあ、苦労してないっていうのもね、またそれも違うかと思いますけどね、人それぞれね、いろいろ口に出さないだけでね、あるでしょうから。だからね、この白髪の毛がないだけでも助かりますね。この数ミリの髪の毛をね、染めるっていうのは不可能なんじゃないですか。やり方によっちゃあるかもしれないけど、指導とかね、ちょっと染めようと思ったらちょっと厳しいんじゃないですかね。だって3ミリ6ミリだったらちょっと経てばまた生えちゃうじゃないですか。だから単発で白髪の人はいるんですかね。自分はどうだろう、白髪になったら染めたって、多分話したようにね、すぐね、白い毛が見えると思いますよ。それとね、自分はね、去年ぐらいからかな、まあ全体的にこういう風に薄くなってきたんですけど、最初はトップで、今までの生え際のまま、まあ、こうやってね薄くなってきたんですね、この辺だけですけどね。去年あたりからね、よく M 字ハゲっていうじゃないですか。そういうのは全然ね、自分は違うんですが、軽くね、前のこの生え際よりね、軽くバックしてるのが分かりますね、まあ、この辺もかな。そんなことをね、去年あたりからね感じるようになりましたよ。まあ、なぜかというとね、石鹸一つでね、全身洗ってるんで、こうやった時ね、この面積が違うんですね。まあ、面積って言ったってね、この辺まで剥げてるわけじゃないから、まあ、微妙な、その1センチって言ったら大変な面積でね、その程度のね、ことなんですがね、微妙に感じるんですよ。数ミリ。まあね、こればっかはね、慣れ行きでしょうがないんじゃないですかね。でもね、ヨーロッパの人なんかね、普通にハゲてる人たくさんいるんじゃないですか。顔とのハゲとのバランスがいいんですかね、変に見えない。このアジア系のね、顔っていうのはね、やっぱりハゲたらちょっと違和感があるような顔つきなんですかね。だからってね、坊主頭でね、まあ、修行とかする人だっているわけでね、あれはあれで似合うじゃないですか。まあ、ハゲとは違いますけどね、こういうアンバランスだね。まあ実数はね、おそらくね、弱いたりはつけたりしてる人も含めればね、もう 40、50 代で相当数ハゲに該当する人っているんじゃないですかね。なんか本当違うんですよね、この日本では乏しくなってくようなイメージがあるけど、本当ヨーロッパの人の顔形がそのスキンヘッドみたいなものに合うんでしょうね。だからそんなコンプレックスとか持ってないんじゃないですか。いや、日本はね、そういう漫画とか、まあ、サザエさんのおじいさん、こんなヒョロヒョロってなったりね、ドリフの加藤ちゃんもね、あんなようなイメージがあるからね、ハゲっていうものをこき下ろす文化がこういう小さい頃からね、染みてたりするとね、そういう風に世間が見ちゃうっていうのも、そういうのもあると思いますよ。ね、一生懸命、旅行脇は髪の毛あるけど、ここだけハゲてたらね、横からこんな、昔の中曽根総理とかね、ああいうイメージが強いですよね。自分はやっぱね、こう横とか普通にあるんですよ。これ、薄くしてるからね。ちょっとわかりづらいかと思いますけどね。普段はね、これはしてないんで、このままね、基本的に歩いてますよね。でね、バリカンで買ったりするとね、こう適当にそこそこ1センチとか伸びてもね、普通に過ごせんじゃないですか。その辺も本当楽ですよね。ついついね、カットするの忘れちゃったりするんですけどね、もう夏なんでね、冬場はね、ちょっと伸びててもいい感じなんですけど、まあそんな感じでね、まあいつか顔出ししちゃうときはね、
もうしっかりね、剥げちゃったりしてるかもしれないですね。で、今日の体調はですね、めちゃくちゃしっかり寝れましてね、7時間ぐらい、がっちり寝たって感じで、途中軽くね、目が覚めてるような感じがしましたけどね、しっかり7時間からね、7時間ちょいぐらいかな、寝ましたよ。もう体は軽いし、なんつうかな、疲れが取り切れてるって感じでね、寝てる間にね、クリアされてるって感じのね、身体感覚でしたよ。だから今日はね、だから昨日みたいにね、半分眠いような感じじゃなくてね、しっかりしてますよ。まあこんな感じでね、やっぱり睡眠っていうのはね、大事ですよね。食べ物で注意しても、運動で注意しても、骨格を注意しても、睡眠がダメだったらダメみたいなね、そのぐらい大事なことだと思いますね。ありがとうございました。アナグラでした。